都政調査会は東京都が条例で1956年1月に設置した機関、都知事の諮問機関として設けられた23の特別区の組織や首都制度に関する調査検討などを行った。初代会長は杉田大三郎、第二代会長は田中次郎、都制度調査会とも、調査会は当初1957年までに特別区改革の 方針をまとめていたが、1957年10月の国の第四次地方制度調査会の地方制の答申を受けて、都道府県制度が根本的に改革される可能性を考慮に入れて再検討する必要ができた。しかし地方制実現は当面見込みが薄いとして、昭和35年2月に都知事の求めにより急激な人口増加への対応など、 東京都が当面直面する課題への解決策検討が調査会に委ねられた。1962年2月に首都制度当面の改革に関する答申を提出。1961年2月に最終答申、首都制度に関する答申を行った。1962年9月に首都制度に関する答申を提出。 AB 特別区制度戦後遠隔資料特別区、協議会調査研究部 ?ABCDEFG 木下義介、土星調査会の答申が出るまで引く難航した、区長公選マイナス区制春秋19号昭和37年12月、高木昭作大都市の自治と、区制 ABC 磯崎発事、変革の中の地方政府自治、文献の制度設計、2010年3月25日、 226から228ページ、ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVW 福建への道のり、ありがとうございます。